今回は現行バージョンで話題の双剣の対策を紹介する動画になるよ。計略は式6の武力プラス3の号令で 2.5 カウントごとに武力がプラス1ずつ、効果時間は12カウントと大半の号令より長め。よく来たな。今までの徐々に武力が上がる計略と違い、自城に戻っても上がり続けるから守りでも使いやすくて、 1.5 コスト武力ごと採用しやすいのも相まって、青ならいろんなデッキに入っててマッチ率が高い要対策の1枚。全段階として式5以下で相手の武力プラス3を押し返せる計略をデッキに採用することを前提として対策を紹介していくよ。また今回は説明のために早送りや巻き戻しの編集を多用する動画になるよ。そろそろ対策内容を紹介していこうか。ズバリ孫権の効果時間12カウントを3つに分けて考えることやめ、武力プラス3から4の最初の5カウント、武力プラス5以降の3カウント、ほとんどの計略が切れる頃に来る最後の2カウントの3種に分ける。最初の5カウントで追い返す、その後の3カウントで撤収、最後2カウントは戦わない、これを意識することになるね。実践例はこの試合の49カウントから見せていくよ。逆に対孫権で最もやったらあかんのが、雪中の昇白や援軍で対応すること。武力の上がらん計略やと上昇値の低いうちにも押し込まれるから、効果終盤までに城までたどり着かれる。持久戦こそ効果時間の長い孫権の得意分野やから、たとえTの注意機の中してもポケモンマスターにはなれへんよ。さて大将を実践していこか。戦わない時間を作るために兵力と部隊は慎重気味に管理して、なるべく中盤付近のラインでのぶつけ合いを心がけるよ。ここで画面上のカウントを見て44カウントまでに押し返す、44から41カウントの間に撤収することを意識する、37カウントに切れることを覚えておくよ。これが国を守るということだ。行くぞ、射抜け、流派発動、三の肩、流派発動、三の肩、さっきのシーンをダイジェストでもっかい見ていくよ。最初の5カウントは相手の武力上昇値が低いから押し返しが容易で、再現性も高く式有利を作りやすいよ。そんで44カウント撤収開始。ここで相手が追ってきても兵力有利が取れとるから受け流しやすいよ。その例は次の試合で紹介するね。さて試合に戻ろうか。放て、行くぞ、立ち向け、これが国を守るということだ。戦うほどに強くなっていく孫中坊の手腕を見せるぜ。射抜け、俺らだけでやるぞ。攻め、お疲れ様です。放て、あとを任せた。まだ何も成し遂げてねえよ。
ずらしとる間に、今回の動画を作るきっかけでも話そうかな。投稿者は、最近になって FPS ゲームを触り始めたんやけど、解説動画や講座動画がたくさんあって学べることが多かったんよな。対戦シリーズってそうした、こうするといいよ、系のことを教えてくれる動画が、ほとんどないから教わる相手のいないプレイヤーが戦略を知る機会が、少ないし、それもライト層が定着しにくい原因の一つじゃないかと感じたよ。そんな感じで、今回は、対策、解説に重きを置いた動画になるから、その部分だけ見たい人は、2試合目の67カウントまで、飛ばしてくれると、テンポいいかと思うよ。これだから乱世は、戦機解放。ここはまだ七ではありません。俺が行く。戦うほどに強くなっていく。孫十坊の手腕を見せるぜ。流派発動。見ろ肩。立ち向かえ。これが国を守るということだ。行くぞ。流派発動。見ろ肩。全軍前進。ここに俺の生き様を見せねばな。行くぞ。まだ何も成し遂げてねえ。助けてくれ。この試合は67カウントから全試合で話した。相手が押し上げに来た時の対処パターンをお見せするよ。何も成し遂げてねえ。なんかほっとしてな。俺が行く。戦うほどに強くなっていく。孫十坊の手腕を見せるぜ。立ち向かえ。これが国を守るということだ。今回は発動67カウントやから62カウントまでが戦う時間で、57カウントから55カウントが戦わない時間になるようイメージしてくよ。
行くぞ。3の型気に食わん。好きはあっちにあるのだよ。流派発動。2の型まだ何も成し遂げてね、うん、これでカウンター場面が成立。孫権は速攻性がないから城にべったり張り付かれるのが苦手。整い次第敵城までまっすぐ向かって早めに正面衝突しに行くよ。強くなっていく。孫中坊の手腕を見せるぜ。全軍前進。今回は35カウント発動、有利時間のうちに敵城を殴って30カウント目安に撤収準備を始めるよ。これだから乱世は天気まだ七ではありません。孫権撤退前に奥義を使わなかったことで相手は再起が確定。武力の上がった奥義は柴田とは戦わず時間を使ってずらすよ。前期ジオ、すまない。モノドモ、始末るだ。戦うほどに強くなっていく。孫中坊の手腕を見せるぜ。勝ち濃厚場面ではあるけど相手も戦力できてるからこっちもしっかり計略を打っていくよ。まだ何も成し遂げてね。かくは流派発動。見ろ方立ち向け。これが国を守るということだ。気に
ご視聴ありがとうございました。環境デッキ相手に意識しとることの解説は今後も定期的にやっていこうと思っとるよ。